皆さんこんにちは ただいまより、第86回合格発表を踏まえた今後の対策ということで、え今年度68回のですね、税理試験の結果発表を受けまして、え今後、まあ、簿記論ン表の受験生の皆さんが、まあ、どのようにですね、え税理試験の勉強に向き合っていった方がいいのか、ということをですね、まあ、今回お時間30分ほどいただきましてね、私の方からお話をさせていただくというところになります。え遅くなりましたが、あレックで会計学を担当しております、富田と申します。 どうぞよろしくお願いいたします。はい。まあね、あのー、なんじゃかんじゃ言って、あっという間にね、えー、税理士試験の結果発表とこういうところになってまいりました。まあ、皆さん方ね、あのすでにですね、えー、9月以降ですかあー、税理士母材の受験を終えた後、まあ新たにですね、税法の勉強なんかに入っておられるという方々もおいでになるとは思うんですが、まあ、今回の募金論代表の結果発表を受けてですね、えー、今後、まあ、どのように、 えー、次年度における学習を進めていくべきかあそういったところについてですね一つまあ参考といったらおこがましいですけどね、えー、皆さん方の、まあ、判断のお役に立てるような情報の提供ができればということで今回お時間30分ほどだいてね私の方からお話をさせていただくと、まあ、いうところになりますまああのー、いろいろね結果発表を受けて皆さん方思われるところもいろいろあると思います。ね、無事にね 望んだ通りの結果が出たという方もいらっしゃればまあそうじゃないという方もおいてになるはずなんですがまあ普通に考えてですね税理試験おおむねですけど上位10%が受かるという試験でございます。ということは受験生の中の9割はあ望んだ結果に至らないということになってしまうというものでございますんでまあやはり難関試験です。あー一生懸命皆さん方は努力して本試験に向けて準備をしてきてくださったと思うんだけどね。 それがなかなか結果に結びつかないというところはね。現実的に税理士試験というのはやっぱりあるで、長い税理士試験の受験期間の中で言えばまあ、1回や2回はですね、えー、挫折というか。ああ、悔しい思いをするというのは、これはもう誰しも通る道。でございますんで、まあ、中にはねごく稀にあの1回も挫折を味わわずんですよ。まあ、無事にストレートで合格しちゃうという人もいます。ただいますけどね。 本当に少数でございますんで、まあ大多数の人たちはねやはり何回かね辛い思いをしながらそれでも壁を乗り越えてってね5科目揃えるというようなところになってくるわけですから、まあ、今回の結果は結果としてですね一つまあ皆さん方ご自分の望んだものでなかった方は特にそうなんですけども変に深く捉える必要はないただこれを軽く見る必要っていうのかな。 軽く見過ぎるというのも僕は違うと思うのであやはり今回の経験を経てですねだから是正すべきところは是正しなきゃいけないだろうしね立て直すべきところは立て直していかなきゃいけないだろうし、まあ、そういったものの判断指針を今回の事件を通じてね、えー、皆さん方は得られたんだというふうにお考えいただければ、まあ、きっとそれはですね今後税法に入ったってねえ えー、決して皆さん方にとって無駄になったことにはならないわけですからあー今回ね、まあ、皆さん方特に悔しい思いをされた方々はですね、まあ、なぜこういう結果になってしまったのか何をどう改善した方のがいいのか、まあ、そこをね一定のスパンにわたってはやっぱりちょっと考えていただくということは必要だと思います。で僕自身の経験から言えばやっぱりね悔しい思いをしたことも当然ありますけどもあのー。 まあいろんなことはあるけどねあれもダメだったこれもダメだったっていうところはありますけど結局のところ僕なんか個人的にはねちょっと流されすぎたかなという気はあたすごく感じましたあのー、まあ結局のところね、まあ、受験生ですからあ次の試験は何が臭いとか何が山だとかあそういう話は毎年のように出てくるしあ当然ね、まあ、各種の受験雑誌 であったりとかそれに縫いするようなネットの情報とかまあ、そういったものを見ればですね今年はこれだとかあれだとかまあ、いろんなことが情報として溢れてるでやっぱり僕も受験勉強やってた時はですねそういったものはまあ気にしないようにはしてたんだけどやっぱり結局のところ頼っちゃうのかなああそういったところがね振り返ればやっぱありましたでもその時僕思いましたねあの結局のところまあ、特に会計科目 僕が担当させていただいている「簿記論」という科目に関して言えばですけどあの山なんてね結局何の意味もないんだなっていうことをやっぱ痛感しましたよ僕その時にあの。毎年毎年この論点が臭いとかこの論点は山だとか言いますけどね山だって言われる論点を一生懸命やることに正直意味がないのが簿記論ですよ。 あの結局のところね山田うんちゃらかんちゃらって言う前に毎年のように試験出てくる論点とか決まってて必ず問われてくる有形固定資産や無形固定資産有価証券現預金こういったところがまずストレートに確実に全部取れてるかどうかいうところの方のが実は山なんかのことを考えるよりもうんと大事でねそのための努力をした方のがやっぱり確実に点数って伸びるんですね。で僕は振り返ってみるとと結局のところ まあいろんなプラスアルファの論点がこういったところが臭いよとかああいったところが臭いよっていうのはやっぱりちょっと自分が流されすぎだなっていうのは自分の中の反省点としてはある。だからこそって言ったらあれだけどまあ僕の授業を受けていただくことある方にはね何回か申し上げたと思うんですけど僕は個人的に会計科目で山をかけるほどほどあのくだらないことはないと思ってるんですよ。まあ、予備校の講師としては言っちゃいけないかもしれないけどあ特に計算科目である5キロに関しては山なんて全く意味ないです。 えー、山をかけてまあたまたま当たったからじゃあ解けますか解けないっす、あのー、言葉は悪いですけどやっぱそういうレベルの人はあ結局論点があったって合わないっす税理試験の問題は答えが出せないそんな上っ面でどうこうできるような次元の話ではないだからやはりねしっかりと基礎を固めるという勉強をやるべきだったなということは自分なりに反省点としてやっぱり思いました。 あ題材なんか何かあったって根幹を形成するような計算の基本思考ってのは変わらないわけですからあそういったところをやはりねしっかり自分の中で身につけきれなかったそれがやっぱり敗因だったなというのが僕の反省でした。あーですからまあ僕はその後はねとにかく基礎論点。 えー、具体個別の発展的論点から目をつけるんじゃなくて、まあ、そういうものをやろうとする時ことをやっぱり基礎論点をねじっくりやっていくというふうに、まあ、考えるようにしましたね。まあ、結局それをやった結果点数ってのはのはやっぱりーっと伸びたしね、えー、勉強の仕方ってのはやっぱり税理試験に関しては特にそれでいいんだなっていうのは僕は実感として感じてるんで、まあ、皆さんもね お一人お一人感じられるところは違うし自分の目標に違うするところっていうのも違って当たり前なのであのまずねご自分のちょっと勉強のスタンスというのかな、まあ、そういったところをね少し見直した方がいいと思います。で5 k 論に関して言えばですね、まあ、一つの指針でございますけども、まあ、やはり合格ラインの点数に対してねどれぐらいの差で合格ができなかったのかというところは必要だしまあおそらく皆さん方模範解答 各予備校なんかが出している模範回答を通じて試験終了後には内容をチェックしたと思うんですその時にですね今僕が申し上げたような論点、まあ、要は簿記の32級で見たことある論点が発展的かつ応用的になって出題されている部分がちゃんとできてますかと、ね。ちゃんとそういったところできてますかね、間違ったところっていうのは並列ではないんですよ。 すなわち受験戦略上並列に扱っていいものとそうじゃないものってのは絶対あるんで簿記の32級で対策取ったことあるものが税理試験レベルにぐーっと引き上げられるのが現金預金であり有形固定資産関連であり有価証券でありねで各種引き当て金だったりするわけだ。ここら辺のの話というのは毎回試験出るでしょねってことは確実にそういうね見慣れた論点を点数取っていくことができれば絶対簿記論で受かるんです。 受かるんですけどもじゃあ今回それができましたかと言った時にまた有形固定資産のところ何か所か間違えてるとか有価証券の何か所か間違えてるとか現預金のところが正当出なかったとかそういったところがあるということであればこれはやっぱりね勉強のスタンスってやっぱ変えた方が僕いいと思う。あー変に応用的なものにばっかり気を取られてはいけません。そんなのは逆に言えば変にひねってくればやたらめったら応用とか高ければみんなできないんですどうせ。 じゃあみんなえできないできない中で点数積んでる人ってのはどういうところで取るんですかそういうところで取るんですよ模擬の3二級でやったことあるような論点がぐーッとレベル引き上がってるところっていうのを大事にしてる人これがやっぱり結果が出るんですえだからもう重点的に有形固定算でも何でもいいまあ一例として申し上げますけどもあれさ本試験直前の等連なんかやったってずっと答え合わないって人いるじゃないですかそうなった時に そういう論点の後藤を出してるものと例えばデリバティブとか連結会計とか発展的論点だよねああいう論点で後藤を出してる部分を並列的に扱うもしかすると自分が苦手だっていう意識があるかもしんないからそっちばっかり意識してみる違うそれではやっぱり同じことの繰り返ししになってしまう、えー、本来ね、えー、取らなきゃいけないところが正確に取れてたのかどうなのかこういったところをしっかりと見極めてそれをね 二回同じことをやらないにするための対策というのをこれからまあ皆さん考えてっていただく時期だと思いますまあ一概には言えませんけどね例えば財務諸評論に関して言うと今年の試験は特に顕著ですが理論ができなかったことによって落ちたという人はうんいないはずですあのさすがにですね全く何も理論書きませんでしたってそれはちょっとあれだと思うんですけどもただ今回の理論に関しては論述内容なんてあれ書けないですよ 完全な回答、あれを完全な回答として書ける人っていうのは、まあそうですね、あれ要は学会論文の論点なんで、そうなってくると、まあたまたま学会論文読み込んでた時に見てたものがそのまま試験出ましたとか、そういう人だけですよ。でも僕は個人的にあんまりそういう人は心配してないって言ったらあれですけど、競争の対象じゃないと思ってです。っていうのもね、これちょっと暴言かもしれませんが、い 実感としてこれは僕だけじゃなくて予備校のある意味通説なんですけど大学院等でじっくり会計学の研究をされている方々でもやっぱ受験勉強ねしっかり受験予備校を使って計算は計算で準備される方もいらっしゃいますが少ないんです大学院とかで行っておられる方はいわゆるアカデミックな観点からの研究はしてますから理論とかはあるる程度点数を取れんんででですすけど計算ができないんですよだから基本的に計算ができないからそういう人たちは合格層にならないだからら僕はは個人的に彼らはあの感じてない。 で皆さん方一般的なね受験生産をレベルにした場合理論のあんなところはできなくていいんです大多数の受験生産できないんですから書けない理論なんです。でじゃあその理論がダメだったこと言って落ちてるのか違います。今回の計算に関しても例えばですけど僕は毎回言ってるんですがやっぱりね40点割ってればきついです今回の第3問計算ね40点割ってたらそれが敗因だと思いますよ僕は正直言って。 あのー、理論でどうこうではありません、えー、やっぱり計算はね取らなきゃダメなんです今の代表はだそういったところは一つね今後受験勉強をしていただくにあたっての判断指針になると思うだから理論がやっぱり印象に残ってる方が多いようなのでよくご相談をいただくんです今年はねこの間の理論ができなかったまあ、それはそれでやっぱりそういう感覚になると思うけどもその時に僕必ず聞くのは計算どうでした聞くんです そうすると大体たい35ぐらいです話なんですけどそれですよ僕は毎回言ってます35じゃダメなんですだって僕の受講生さん前にもこの話したことあるかもしれないけど計算をやっぱり集中的にやってる人って今の材料自己採点ベース4748ざらにいますからねそうなってくると35ってもう12点以上開いてますから計算だけで でで計算がやっっぱあるる程度できる人って理論もそこそここでできるんですよ理屈がなければ計算なんかできないんですからだからそういったところなんですね。だからそういったところの基本戦略っていうものをやっぱちょっと見直すとか、ね、勉強のスタンスとして理論重視でやることがどうなのというところはやっぱり考えていかないといけないと思います。で別に僕はお説教するつもりで言ってるんじゃなくて結局何が言いたいかっていうと皆さん方ここでで辛い思い思ししたでしょ、ね、一生懸命頑張ってやっぱ結果が出ないっていうのはやっぱきついですよ。ね。 言ったったて皆さんだって暇な中で勉強してるわけではないんです。ね、限られた時間の中で睡眠時間を削ったり余暇を削ったりお付き合いを削ったりさまざまなものを犠牲にしながらそれこそ勉強はやってるはず。でその中で一生懸命やったりもかかわらず結果が出ないって話になるとやっぱりこれはきついですよ精神的にきつい。僕もももそそれは経験があるるるかかかからわわんだけどもでもねせっかくそのきつい思い思をした時に 苦しい、きつい悲しいだけで終わってたらそっから何も生まれない。せっかく厳しい思いつら、ね、い思い悲しい思いをしたんであるならばもう二度とこういう気持ちにならないようにですか本来的にやるべき作業は何だったのかということをもう一回精査をするそういったことはね是非心がけていただきたい。で今日は具体的にですね、まあ、合格発表を踏まえて今後どうすんのという一つのね 判断指示になればとということで皆さん方にお話をさせていただくという機会なんですけどまず私どもレックもそうだし予想学校さんもそうだと思うんですが、あのー、受験経験の終わりの方々、ね、受験経験終わりの方々があー来年度も例えばオキ論財表をもう一回頑張ろうという話になられた時に一番ポピュラーな選択肢というしてはいわゆる上級クラス、ね、受験経験者向けのクラスなんかを調校していただくと。 というのが一つ選択肢としてはまあ,ありますで僕もあの上級クラスっていうのは担当させていただいてるんですけどもあの上級クラス自体はですねそれなりの僕は意味はあると思ってる。で意味はあると思ってるんですがただしですうーんこれはですねちょっと表現が難しいんですけど1回受験をしたイコール上級という選択肢はこれは適切ではないです。 あの上級クラスを受けようという方々は、まあ、今年は点数評価になってしまったんで何とも言えないんですけども去年まででいうとこのいわゆる A ランク合格だからあー採点結果でいうと50点前後記論であれば50点前後ですね、まあ、やはり、まあ、財布もそうですけどそれぐらいまでの点数がまず取れてると、ね、A ランク A ランクで不合格だほぼあと紙一重ですよというレベルの人たちがやっぱり受けた方のがいいかなっていうのは上級だったりはする。 で逆に言うとね、あのー、昔でいうとこの ABCD っていうランクがあったけども D ランク不動合格とか C ランク不合格っていう人が上級クラスをやってもそれはただ単に苦痛なだけです。というのも全く基礎論点に関する説明がないからあーそうなってしまうとですねそうすると形になる、ね、急に難解な論点出てきたって結局形になってしまうんでそれは決して何も生まなくなる。 だから A ランク、ねまあ、A ランクってのは一つの判断指針だと思うんですけども、あのー、ある程度得点状況が良かったのにあと一歩っていうところで不合格でしたっていう方であれば僕はそれは上級等選択肢に挙げていただければそれでいいと思います。で逆に言うと大きくそこそこから離れてしまったなという状況があるならば無理して上級なんかやることはない。ですか であるなららばやはり基礎から固めた方のが無難ですでそこら辺はやっぱりご自分の得点状況なんかに鑑みてねご判断をいただくというところになると思うので、まあ、一つの選択肢としての状況っていうのはある程度得点状況がこなれているである程度学習状況も自分の中で自信があるとそういう方が選択肢に挙げていただければいいと思うんでそうでもなければねやはりもう一回基礎機能の授業をしっかりやるというところでご判断いただいた方が僕はいいかな。 いいうふうふに思いますで逆には基礎の授業であれば私どもレックの場合にはウェブの授業,授業がメインですからウェブの授業に関してはあの皆さん方にチョイスをしていただきます。何回目のこののの授業を受受けけよよううこここ論論点点やってるからこの論点受けようこれができると思うのでまあ当然中にはねあのご自分の得意な論点なんかもあると思うからできると思える論点をわざわざ一からやり直すっていう必要はないと思うので、まあ、自分がね問題解いた時に誤答が多いとか。 ね、どうしても苦手意識があるようなところをピックアップしながら重点的にやっていくその時には「まあ、くどいだけど簿記の329」で出てるような論点をやっぱり優先的に潰していくとか。 あそういった形でですね、まあ、授業を進めていただければいいのかなというふうに思うので、まあ、そういった形での勉強というのも一つねご考慮いただくといいんじゃないかなというふうにはね僕は個人的には思いますね。であとはね一つ皆さんの中にもいらっしゃると思うんですけど税法ねもうすでに始められてるるっってて方もいいらっしゃると思いますす税法すでに始めておられる方々は僕もよくご質問いただくしご相談もいただくんだけども母材がね駄目だったと言った時にじゃあどうする ね、税法と弊願でまあ記論だけでも受けましょうかとか財表だけでも受けましょうかとか、まあ、そういう選択肢も一つありなんですがあのー、そこら辺はですねまず最優先にななきゃいけないいいいけののは今現在おやりいただいてる税法の状況です、あのー、もう順調にね税法の理論なんかも回せてるとかある程度税法については食らいついていけたいという状況になってるということであればですよ。 やっぱりここまでやってきたっていう土台があるわけですからここまでかけた時間を捨てる必要はないのでじゃあ母がダメだっったからもううう税法をやめて母論財に切り替えますすそれはちょとと僕違うと思うんですねある程度順調に勉強が回ってるんであるならばその税法を継続してやってって逆に言えば来年の試験についてはそこをメインに据えるというふうに考えていただければ僕はそれでいいと思うので無理して母罪をそこにねじ込む必要はない。 ねえ母材をやっぱりね徹底的にやりましょうっていうんであるならばそうだなまあ税法を諦めるっていうのは一つの視点なのかもしんないけどだからその税法を諦めるっていうのは結局のところまあ今の話に戻っちゃうけど税法がどれくらいいいししてててるかに基づいて判断してください今年は全然うまいこと回ってないということであればまあ思い切ってねもう一回土台のある母材の方にシフトするっていうのもありかもしれませんがせっかくここまで順調に回ってるというところであればね 本当にもうここまでやってきた数ヶ月間を捨てることになりますからそれはもったいないので無理して母材にシフトする必要はないと思うまずは税法基軸に据えて今やってる税法基軸に据えてそれで確実に来年試験の結果を出すで逆に言うとそれが出てからだって別に母材はいいわけですから、ね、でそこら辺は一つ冷静になってねご自分の状況を鑑みて判断をしていただきたいとは思うんですけどもただまあ 何でもかんでも早く受験すれば早く受かるというものではまあ当然ないので、あのー、無理してね税法が結構きついのに簿記論財法も合わせてやりますとかそういうのは僕さ避けた方がいいと思いますよ。あの中にはねあの非常にこうモチベーションも高くってよしだったらもう5歳合わせてやっちゃうよと3科目やりますという方もいらっしゃいますがまあそれはちょっと正直言って相当腹くくんないと厳しいんです。 あのおそらくですけど3科目を税法初年度でねで母材も合わせて,て話になると普通にお仕事してるる方がやるペースではままずありませんあー一般論ですけど、まあ、それはあのもう勉強集中の方なのであー基本的にバイトもほとんどしないで朝から晩までね自由室と組もって勉強できるような人であれば僕はそれでもいいと思います。じゃあそうじゃない限りねあの現実的じゃありません。 母財と税税法法同時ににやるっていうのは、まあ税法のはまま質にもよりますけどね一般的にはもうすでに税法を始めてるよっていうといわゆる9月開校とかですから大きい税法をやってると思うんですよ法人所得相続でまあ量は少ないけど消費税で量は少ないけど消費税って言ったけど消費税はねほんと量が少ないわりに受験生が多いですから今答案の完成度がめちゃめちゃ高いんであのだから9月開校なんですね。 覚える量がうんと少ないでしょ他の税法に比べれば少ないんですよで少ないってことはほぼ完璧な理論計算を作り上げてくるる答案がザラにあるんですだそうすると本当にもう手に負う派の次元で下手すりゃ減点になっちゃってそれで毎年毎年 A ランクで不合格ってザラにューんです消費はだからそういうレベルのものをやっておられるということであればやっぱり相当集中して税法はやっていかないといけないので。 あの無理して母材をねじ込むってことは僕はやめた方のがいいと思う。結局税法へかける力が分散します。分散してでも受かるよっていうようなものだったら別にいいけども。まあ今例に挙げた消費税なんてのはそういうもんじゃない。ですか。相当完璧にこなしていただかないと。かなりね、まあ、ざっくりした話60点合格という指針で言うと59点で落ちてる人がすげえいるってことです。ものすごいいます消費税は。ああだから。 ちょっと相当気入れて長、ね、らか厳しいのでそこに無理して母材を組み込むっていう必要はないですから,、ね、だからそこら辺はまあやっぱりご自分の状況を勘案してねご選択っていうのはいただきたいと思うんですよ。でいつもねこのガイダンスっていうのかな合格発表を踏まえてどうすんのどうしようかということはねいつも、まあ、ライブでこれやってたん ですけど今年はちょっとライブでなかなかうまいこと回りそうもないんであの当日ちょっと新宿でイベントはやるんですけどねあ当日というか、まあ、この近辺で新宿でイベントやったりするんですけどもまあそういったものがなかなかねあのうまいこと回りそうもないんで今年はウェブでの収録という話にさせていただいたんですが、まあ、結局ね母罪を受けてまあ皆さん方に申し上げたいのは税理士験の厳しさであったりとかあーどの程度のやっぱり努力が必要かっていうことは見覚って今回感じていただくことができたと思うんです。 である意味ですけど税法に入ればそういっったレベルはもうちょっと厳しくなるるとところは当然あると思いますーそうなってきた時にですねやはりここで、まあ、厳しい経験をした苦しい経験をした人は特にそれはもう財産ですからね、えー、冷静に今年度のご自分の勉強スタンスを振り返っていただいて工動業だけど何が良かった何が良くなかったのか勉強のスタンスはどうだったのか。 そこら辺をちょっと基本的な部分立ち返っていただいて次の試験に向けてねやっぱ計画というのを組んでいただくというところになると思うんです。で本当にまあこういうねガイダンスって話になるともう総論的な話しかできないんで結構ファジーな感じになってしまうんですがあのちょうどですね今これアップがいつぐらいになるのか僕まだ聞いてないんですけど年末は あー、まあ、合格発表後ということもありますんで私はじめですね、えー、各講座の担当がいろんな校舎でですねイベントまあ受講相談会という形のものを開催いたします。えー、で私の場合にはほとんど新宿新宿のエルタワー本校っていうところで担当させていただきますんで詳細日程はレックのホームページのに載ってますから、まあ、そちらの方でねちょっと確認していただいてまあ 基本的に受講相談というのはフリートークでございますので、まあ、僕こんな感じですから、あのー、変に硬い話ばっかりするつもりもないし、まあ、また硬い話ばっかりできないのが僕なんで、えー、ちょっとフランクな部分も含めながらね、えー、皆さん方の個別の状況を聞かせていただいて、まあ、ご相談させていただければというふうに思ってるんであの別に無理して僕は口座に入れなんか進めることは絶対しませんあの僕はそういうの嫌いなんで。 えー、基本的には皆さん方に受かっていただくのが全てだと思うからあ、ね、無理くり僕の講座に入れてですよあやっぱりやめれゃよかったとかって言われるのが一番嫌なんでだから無理してやれとかっていうことは僕は一切言わないねで、そういうことは一切言わないということはお約束をしますんであの本当にね,そう,ねそういった受講相談会なんかをちょっと活用いただいてですねもう本当に何でもいいです税理試験の勉強を進めるにあたって根本的にやっていけるのかどうなのか ね、いうところも含めてですよ気になるところとかね聞きたいところとかあそういったものがあれば是非ねそういった相談会なんかをご活用いただいてもう遠慮なく相談していただければというふうに思うんですね。まあ皆さん方あうまいこと言った方もそうじゃない方もいろいろいるのがあ税理試験です、ね、みんながみんな毎年毎年笑顔で年末を迎えられるわけではない。ただ今年、ね、本当に皆さん方が 経験された特に悔しい思いを経験された方々は来年の今頃は、ね、来年の今頃はもう気持ちよく年明け迎えられるようにもうこの1年頑張ろうと、ね、いうつもりで新たな、ね、進路というものを考えていただければいいと思うので、まあ、そちらに向けてさまざまな形でまあ微力ながらお手伝いができるものはさせていただこうと思うんで、えー、繰り返しになりますけどまあ受講相談会とこれからまあまあ あ実施させていただきますんでねそういったものをご活用いただきながらまた直接そういったところに来れないよという遠方の方々はお電話でも大丈夫です、えー、メールでも結構です、えー、私どものオレックの方にご相談いただければですねまあ、僕が受けられれば受けますし、えー、僕以外の担当もいますからね政策担当も含めて様々な形でご相談に乗らせていただくということはできると思うのでまぜ、あ、ひね、えー、今回の経験を次の年にうまく活かせるように 前向きにね次の進路というものを考えていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。ね、はいというところでございましてまあボツボツ時間でございますからもう今日はこれぐらいにさせていただきますけどもね是非皆さん今回の経験をプラスに生かせるように前向きに捉えていただいてね次の道に向けてね着実に、ね、進んでいってください。 ね、はいということで本日のガイダンスは以上でございます。以上で、えー、終了となりますんでね皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。